今回はですね、はい、2024年の占いランキングっていうのをう、はい、スペシャルバージョンでお届けしようかと、ね、はい、皆さんこんにちは、エルノ坂井です。そして占い師の暮れの鳥さんです。はい、どうも今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。暮れの鳥です。まずは暮れの鳥さんのご紹介をさせていただきます。高校2年生の時に占いの世界にはまり、大阪南の占い館では19年間ナンバーワン、メディアにも引っ張りだこで、今年はねもう大忙しだって本当にちょっと締め切り出たいでしたっていうところがありましたけれども、ね、その合間を縫って、はい、今日来ていただいてますけれども、大人気占い師、鳥さんこそ暮れの鳥さん、古今東西ありとあらゆる占いを極め、これまでの占いの常識を変えるガイダンスのようなメソッドを使った全く新しい占いの、鳥さん占いです。多様性に満ちた今の時代を楽しく生きるためのヒントをたっぷり占ってもらっております。方王数術とは、はい、いいですよね。ごめんなさいね、大丈夫です。方王数術、はい、どんなものですか。簡単に言うと、まあ、新しい時代のお名前占いなんですね、はい。まあ、お名前の画数と誕生日から81通りの動物のキャラクターというのを出しましてね、人生を一緒に歩んでくれる動物が分かる、どんな人生になるのかな、どんな、まあ、ものが向いてるのかなみたいな、画数占いの一種ですね。たくさんあるんですよね。L では、9種類の動物を中心に占ってるんですけれども、はい、もう少し複雑なところまで入り込んだ中で総合的に占っていただいてるという占いですね。まあ、ベーシックなのがお名前の画数で9通りの動物を出して、この9通りが分かると大まかなことが分かっちゃうっていうね、ものなんですけど、ね、こちらも、引き続き来年の占いも続けていきますが、今日は運勢が一番いい動物を発表していただこうと思います。で、その前にここにある、はいはい、これはエジプシャンタロットですよ、はい、ウェルさんで ねお買い求めいただいてますでしょうか。すごい可愛いんですよね、絵が ねエジプシャンタロットって私初めて聞いたんですけれども、はい、これはどういったオリジナルのタロットみたいです。タロットカードってもともとヨーロッパでできたものなんですけど、そのヨーロッパでできたのをちょっとね、エジプトの神様風にアレンジされているっていう、簡単な見方をよければ来年1年の1枚とかそういうのありますか。実はね、タロット占いで来年ってどんな年なのって占う方法がありましてね、はい、来年西暦では2024年ですよね、はい、2と2と4ですよね、2と2と4、はい、これ2足す2足す4をしていただいて、まあ、8になりますよね、はい、この数のタロットカードが来年の全体を映してくれるっていうね、そんな考えがあるんですね。なるほど。このエジプシャンタロットによると8番8のカードっていうのは、はい、マート、まあ、普通に言うと正義っていうカードなんですけども、自分自身が本当にやりたいことって何なんだろう、自分の正義を深く問う、そんな1年になりそうなんですね。なんかこう天秤というか測りを持ってますよ ね。鋭い坂井さん自分の測りを持つことが2024年の開運テーマになるんです。人に決められた正解じゃなくて、自分の測りでしっかりと、あ、私やっぱりこれに意味があると思うみたいな大事なものを測り見抜く、それが2024年をよりよく生きるテーマでございますと。もしお手元にある方いたらぜひ、ね、はい、ちょっと眺めてみてください。ビジネスしてみてください、はい。それでは2024年最も運勢がいい動物は、うん、ということで、はい、9個ありますからね、1位から9位まで、ね、そうですね、はい、はい、では、まずは何位からいきましょうか。8位からいきますかね。8位ですね、はい、この2024年8位になるのはペンギンタイプの皆さんです。おー、ペンギンさんおめでとうございます。ペンギンタイプの2024年は、はい、深く考えすぎて沈み込む図でごめんなさいなんですけどねでもまあそういう年なんです。あ、なるほど。頭脳とか知力を意味する星がすごい強くなっているので、細かなことを考えるパワーはすごく上がる。だから勉強だったりにめっちゃ向くんです。資料深く、そしてこだわり抜いて、いつもだったらポイってやっちゃうところを、いやちょっと待って、あ、これやっぱり使えるじゃんって気づいていける眼力が出てくる年ですね。うーん、
それを続けることで運気がぐんぐん上がっていくっていうことですね。そうなんです、ね、要は上がりすぎた知力をちゃんと勉強で消化することが大事なんですね。なるほど。だからパズルとかでもいいし、なんか頭を使ってほしいんです。ペンギンさん、例えば脳の力を消化したことで余計なことに悩む暇がなくなって、はい、しかも頭を使うことでいい意味で脳が鍛えられて、そしてさらに賢くなっていくみたいなね、そんなイメージをちょっとしてますよこれ。うん、それでは第7位を教えてください、はい、7位はですね、イルカタイプの皆さんです。うん、イルカさん、はい、イルカさん2024年は人に縛られてなんか自由がないわっていう運です。人に対して情がね熱くなっちゃうんですよね。友達の悩みを聞いてあげようっていうなんか優しい気持ちになったり、なんか知らんけど今年結構友達から連絡来るんだよねってすでに体験してないですか。おお、なるほど。なんかね、周りからこう頼られるオーラみたいなのがすごく出ちゃうんですよね。だから人に縛られるって最初言っちゃったんですけど、はい、まあ、大事に思える人のために自分をちょっぴり犠牲にしちゃうような年回りかなっていうところですかね。じゃあお手伝いじゃないですけどサポートしてみたり、ね、自由が好きだったり、うん、なんかね、思い立ったらピッて行っちゃうようなイルカさんですけど、そう、自由主義です、はい、そこをちょっとみんなのためにも動いてみるっていうのがいいんですかね。今年はちょっとね、周りのために頑張るみたいな時間が増えるんじゃないかなと思います、ね、縛られてもいいっていう人のために頑張ってくださいね。あ、それも大事ですね。そうですね、はい、人のために行きましょう。あ、なるほど、はい、次は、第6位ですね。6位になるのは、はい、クジャクタイプの皆さんです、はい、クジャクさん。クジャクさんはね、もともと華やかで割と自分がこう中心にいたい人なんですが、今年は縁の下の力持ちを頑張りましょう。誰かが、まあ、例えば出世するのを見ておめでとうって言ってあげる、こういう美しさを発揮する年なんですね。自分が輝くのではなく、周りの人を祝福する時の輝きさ、うん、輝きを見せる。素敵な表現されますよね。で、ちょっと注意したいのは、だけど仕事ではやっぱり競争っていうか、人が出世するのを見ると悔しいってなるじゃないですか。焦ると思います。だって一生懸命な人ですからね、うん、その焦りを感じたり嫉妬をすることを悪いとは思わないでください。それだけ自分もこだわりがあるってことですもんね。まあ、悔しいとか人が出世するのを見て何も感じないのはちょっと ね、それはそれでね、そう、問題かなって気もするから、うん、悔しさを感じたらそれは頑張りたいっていう意欲の裏返しでも、祝福を頑張ってあげてくださいね。人を立ててあげる年ですから、うん、そこで華やかさを、クジャクさんならではの華やかさが出てくるっていう年になるそうです、ね、そうです。5位はどの動物になりますか。はい、第5位の発表なんですが、はい、第5位はパンダタイプの皆さんです。はい、パンダさん。パンダの方にね、この2024年やってくるのは人の注目を浴びて認められる運気なんですね。でもね、これはもしかすると今までいたところでもう十分頑張ったから転職するぞみたいなね、冒険をしたくなってくる人も多いと思いますよ。これ新しい場所でまた注目を集めていく、そういうね、一歩踏み出す勇気も湧く、そしてキラキラ光を放つような運気っていうのが今年出てきてるので、注目されるとこうちょっとね、調子に乗っちゃったりとかしませんか。パンダさん大丈夫ですか。確かにね、ちょっと調子に乗るのはあるような気がするんですけどもまあちょっとこう気持ちがね、舞い上がって調子に乗りそうになったら、旅をするとか、見ず知らずの土地に行って冒険しましょう。まあ誰も見てない場所っていうかね、旅先っていうのはね、まあ、そういう場所へ行ってちょっと羽を伸ばしたりとかして、こう気分転換をしてみてっていうのがおすすめのラッキーアクションです。じゃあもうパンダさんはチャレンジ精神で注目されるっていう年になっていくそうですね。そうですね、転職とかもしたけりゃしちゃえばいいですよっていう年でしょうか。なるほど、4位に入ります。はい、ですね、お願いします。とうとう4位なんですが、はい、4位になるのはツバメタイプの皆さんです。ツバメさん、どういった年かというと、おめでとうございますこれね、金運がすごく上がる年なんですよ。お金と知識の星っていう組み合わせでね、資産運用の勉強しちゃいますか、豊かさを増すためにいろいろ勉強しちゃいますかみたいなね、そんな流れが来てるんですよ。時代の空気を読むのが上手なね、ツバメさんなのかなっていう感じですけれども、なんかほら、新ニーサが始まるとか ね、なんか貨幣が新しくなるとか言いますもんね、はい、その流れをいち早くキャッチして自分自身が豊かになるために情報収集頑張っちゃうんかもわからないし、うん、まあ、自分が得た知識を友達に喋ったりなんかしてシェアしてみんなで豊かになるみたいなね、そういうことができそうなイメージがね出てるんですよね。まあ、ちょっと
だけ注意したいのは、いいものが欲しくなる時でもあるから、まあ、自己投資って大事なんですけどね、はい、お金の管理だけちょっと頑張ってくださいね。あの使う方も派手になりますからね。なるほど。なんかね、その軽やかな、ね、うん、お金の使い方というか、うん、そういうことができるツバメさんになりそうですね。そうですね、はい、儲けてください。はい、第3位の発表です。とうとう3位ですね、はい、3位になる方はね、鳳凰タイプの皆さんです。この皆さんにやってくるのは愛と喜びの星です。ありがとうございます。もしかしてプロポーズされたりする人いるんじゃないですか、とか、またはまあすごく大好きな趣味みたいなものと出会っちゃったりするかもわからないですよね。とにかく愛とか情をかけられるものをこれって決めれる1年なんです。まあ、例えば大人になってから友人ってなかなかできにくいとは言うんですが、こういう星が来ている時に趣味を始めると、はい、意外と長く続く友人ができたりもしますしね。まあ、何より愛の星なので、まあ、パートナーシップっていうんですかね。ねえ、うん、いいですね。パートナーがいる人は結婚とかあると思います。いない場合はモテ期です。モテ期到来。どっちにしても喜び色の花をたくさん咲かせてね、はい、幸せでいらっしゃるといいと思いますよ。あ、なるほど。大切にしたいのは人付き合いを閉じないことですね。モテ期なので開いてみましょう。なるほど。オープンにたくさんの人との交流をして愛をつかむということですね。そうすると波に乗れます。はあ、はあ、なるほど。ほうさん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、2位の発表です。栄えある2位はキツネタイプの皆さんです。キツネさん、おめでとうございます。この2024年のキツネタイプは今までと違います、はい、過去2年間は人のために奔走するような時期でした。しんどかったんじゃないです、うん、でもそれが終わってですね、自分の軸を取り返すっていうね、星が来るんですよ。もうすでに語学やってみたいなとか、うん、活動的な自分になっているのに気づいてんじゃないですかね、皆さん。新しくなんかこんなん手に入れたい、なんかここ行ってみたいみたいな湧いてきてる好奇心感じません？もし感じてたらキャッチできてますね。もしまだ感じてなくても、今年はそういう活動期です。じゃあ2024年はもう実行に移す年って感じですね。その通りなんです、ここまでなんかぼやっと思ってたことを実際実行に移してやってみたらやっぱり楽しいみたいな、実感するみたいなね、1年になると思いますね、うん、なるほど。まあ、もうランキング2位ですからね、うん、これはもう間違いなく実行に移したらそれが実現するっていう2024年になりそうですね。キツネさんはやっぱり今まで2年ぐらい割と人のために奔走する時期でね、やりたいこと後回しだったじゃないですかって感じなんでねここからはセルフラブ、自分を大事にしましょうっていう感じでいいと思いますよ。ね、応援してくれる人もね出てきそうですよね。あ、周りも巻き込んじゃうかも ね。そうですよね。はい、2位はキツネさんでした。2024年最も運勢がいい動物ランキング、うん、2位から8位まで、ね、今までに来ましたね、はい、お届けしましたけれども、残ってるのはちなみに動物でいうと、はい、リュウさんとラクダさんっていうね、そのお二人はまだ出てません。ドキドキされてますかねでも、はい、ランキングが下であってもこういい風に変えていくっていうコツもね、もちろんね、ですやっぱりね、占いで悪いって知っただけじゃ何の意味もないので、うん、悪い中にある幸せに気づくのが占いですね。そうですね、知るっていうことが大事なんですよね。そうです、そうです。しかも悪いことがあったって運のせいにしちゃえばいいさっていう人間にもしてほしいかな。そうそうそう、ということで9位をね発表していただきますこんなね前置きで9位のちょっと皆さんごめんなさいなんですが、はいはい、第9位の方はごめんなさい、リュウさんです。おー、リュウさん、実は僕もリュウタイプなんですけれども、なんか来年こんな感じかみたいにねちょっとがっかりしたんですが、はい、この2024年は今まで積んだものがコロコロっとちょっと崩れちゃう年だよねって出てきてしまったんですね、はい、例えば、うん、めっちゃいい人やねんって信じてた人の意外な面を見て、あれこんな人やったっけみたいなイメージです。まあね、人間生きてると変わっちゃいますもん。ずっと同じもの同じ人を愛し続けるとか、まあ、ずっと同じものばかり食べ続けるってできないんですよ。だからもしも龍の皆さん、なんか最近あの人といて違和感を覚えるんだよねってあったら、成長したんだな、次のステージ行く時なんだなみたいな、まあ、そう取ってほしいんですよね、うん、リセットですね。リセット、そうですね、次に進むリセット、そうです ね。やっぱりほら、あのサイズの合わなくなったお洋服はリユースに出して新しいのに変えるみたいなのと似てますよね、うん、人間関係とかも時々来るんです、リセット、はい、だからまあ悲しいって思えるぐらい好きな人なんだったら折り合いつけたらいいんです、う
でも一緒にいてイライラするな、しんどいなって思うぐらいだったらリセットもあり。なるほど。こういう考え方していただけると嬉しいですね。では龍さん、2024年頑張りましょう。栄えある1位を教えてください。はい、おめでとうございます。ラクダタイプの皆さん、この2024年はあなたのものです。おお、おめでとうございます。本当おめでとうございます。風の星、春風の星っていうのがね、このラクダさんを守ってくれるんですね。この2024年、春風っていうのは世界を広げてくれる、今までつぼみだったものをふわっとほどいて開花させてくれる、そういうすごく嬉しいものなんですよね。それが巡ってくる2024年、ラクダの皆さんは今まで頑張って頑張って巻いてきた種がやっと花を咲かせる、今まで我慢我慢我慢だったのがほどけて自分が自由になれるとか、そんなこともあるんじゃないかな。悪い縁は切れるし、いい縁は開花するしっていう風な、そんな最強の年です。あ、素晴らしいですね。なんかこう真面目にコツコツね、こう裏方でね、やりなりがちなあのラクダさんなの で、ついに開花する主役の年ですね。主役の年がおめでとうございま すよ。やっぱシンデレラも ね頑張って頑張って言ってたから王子様に見初められたみたいな感じでラクダさんはシンデレラストーリーをやっちゃおうかなみたいな感じでしょうか。さっきね、あの冒頭でタロットもあの引いていただいた時に正義が勝つみたいなね、頑張ってきたことがこう表に立つような、なんか自信持っていい年なのかなっていう気がしたの で、まさにラクダさんの年になりそうですね。なりそうですね。努力は報われるんだを証明してみてください。はい、1位はラクダさんでした。おめでとうございます。はい、鳥さんいかがでしたでしょうか。そうですね、なんかこういろいろ動物のことを喋らせてもらったんですが、この2023年ってね、占いから言わせていただくと、まあまあなかなかね、今まで余ってきたことを失っちゃう人とか、真面目にやってきてたのになんだかこううまくいかないとか、我慢してた人多かったんじゃないですかねって思うんですよ。終わりの星っていうのがこうね、2023年来てましたからね。でもね、もしもこれ見てくださってる皆さんで、なんか本当に頑張っても頑張っても実らない人がいたら朗報です。この2024年は20年に1回のね、大きな転換期にあたるんです。むしろ2023年でうまくいかなかったことを捨てて、全く新しいスタートラインに立てる方が多いと思います。もしも大事にしてたものをなくしたとか、仕事がなくなっちゃったとか、悲しいことがあった人は、むしろ誰よりも早くスタートを切れたっていう風に考えてくれると嬉しいですね。新しい年になるときにその風に乗っていくっていうことで、とってもなんかいい年になりそうですよね。次回は、2024年の1月の占いをお届けします。鳥さん、今日もありがとうございました。坂井さんもありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。